325型は1995年に登場したイギリス国鉄の高直旅用郵便電車である。マーク三脚車の派生形式の一つであり、2021年現在、ロイヤルメールの委託を受けた DB カーゴ UK によって運行されている。従来の機関車牽引の郵便輸送の電車化のため、1995年と1996年に、 アブのダービー工場で4両編成16本が製造された。走行機器類は319型と同一で、最高速度は時速 160km、交流 25kV の架空電車線方式と直流 750V の第三機乗方式の両方に対応する。車体も319型が基本であるが、前面は 465K か、 ネットワーカーシリーズの電車と同一のスタイルとなった。シャッター式の扉が両側面に2箇所ずつ設けられ、各社の荷重は12トンである。塗装はロイヤルメールの赤色を基調としている。戦闘車の連結機は、自動連結機とネジ式連結機、干渉機を併設しており、機関車による牽引も可能としている。4両編成16編成が製造されたが、 うち一編成が2010年に自己廃車となったため、2021年現在残る15編成が在籍している。DB カーゴ UK が運行を受け負っており、ロンドンの配送センターを拠点に、西海岸本線経由で、ウォリントンとグラス号、東海岸本線経由で、入荷するアポンタインの郵便ターミナルを結ぶ、郵便輸送列車で運用されている。ありがとうございます。